バニティフェア1879年8月9日号における、カリカチは、レスリー・ウォードが、第5代ウォーター・フォード公爵ジョン・ヘンリードラ、プアベレス・フォードは、アイルランド貴族、イギリスの軍人、政治家。第1次ソールズベリー公爵内閣期に、バックハウンド管理長官を務めた。1859年から1866年まで、ティロン伯爵の儀礼称号を使用した。 第4代ウォーターフォード公爵ジョンドラ・プアベレスフォードとクリスティアナ・レズリーの息子として1844年5月21日にロンドンで生まれたイートン・カレッジで教育を受けた1862年から1869年までライフガーズ第1連隊で士官を務めた1865年イギリス総選挙でカウンティウォーターフォード選挙区から選出され庶民院議員になり 1866年11月6日に父が死去すると、ウォーターフォード公爵位を継承、貴族院に移籍した。1868年11月17日、聖パトリック勲章を授与された。1874年8月19日から1895年10月23日まで、ウォーターフォード党官を務めた。その後、1879年に、 アイルランド数密院の数密顧問官に任命され、1885年6月27日に連合王国数密院の数密顧問官に任命され、同日にバックハウンド管理長官にも任命された。以降1886年2月17日まで同職を務めた。1883年時点でウォーターフォード県に39,883エーカーの ウィックロー県に26,035エーカーの、キルケニー県に406エーカーの、キャバン県に305エーカーの、キルデア県に55エーカーの土地を所有し、土地からの年収は32,752ポンドだった。1883年に狩猟中で事故を起こし、以降その怪我の痛みに長期間苦しんだ。1895年10月23日に、カラーモアで、拳銃自殺し、 息子ヘンリーが借位を継承した。自殺の理由は、一時的な精神異常とされた。1872年8月9日、フローレンス・グロブナー・ローリーと結婚した。1874年7月21日、ブランシュ・エリザベス・アデレード・サマセットと再婚、一難三上を設けた。ありがとうございます。